の機会です。すごい無用に何のつもりでもいいんだ。ではワールドカップ2連覇中のアメリカなど桜との連戦が組まれています。指揮官が目指すのは手数少ないところで目指していくっていう、まあ、そこの形。去年のワールドカップでは得点力不足が大きな課題として浮き彫りとなったなでしこジャパン。どのようとしているのか。点燃中国速度。見えてきたのは先端技術や監視システム。